何が何だか、わけがわかんなくなって。僕は背を丸めて考え込んでしまって、足と膝を抱えたら、ますます丸くなってしまって、そのうち僕はまん丸なボールになっていて、たまたま坂道にいたものだから、そのまま坂道を転がり始めてしまって、ボールだから時々跳ねたりして、それはそれでちょっと楽しかったりしたのだけれど、なかなか止まらなくて、このまま転がり落ちたら、どんどん下へと行ってしまうから、上まで戻るのが大変な気がするのだけれど、そんなこと考えなければ、これはこれで悪くもなくて、そりゃあまあ良くもないけど、そろそろ平らになってきたみたいだし、車にひかれそう。